この後にどんな感じで進んでいったんですか？そうです。で、そこから、Facebook のグループ、ローンチのためのグループを作って、うん、そこで誘導していったんですね。はい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 、はい。で、その時のタイトルを、くびれチャレンジっていうようなタイトルにしたんですけれども、サブタイトルは皆さんのアンケート取りで水着を着たいっていう、欲がすごく多かったので、水着を着れる体を手に入れようっていうところを、直球で、サブタイトルつけてやりました。はいはいはい。ここってすごくやっぱり大事なポイントだと思うんですよね。ここのアンケートで得たものっていうのは、水着っていう単語が今ありましたけど、やっぱコピーってすごく大事、コピーライティングって大事なんです